フランスのフィギュアショップがえぐい。はい、ということでフランスに来ました。フランスのね、秋葉原と言われる、アニメストリートというところに今から行ってきたいと思います。それではレッキディスプレイのされ方がえぐい。フィギュアを飾るとかっこよくなるんだってね、思うんだよね。でやっぱりあれだよね、スケールだよね。海外のフィギュアの大きさ、でかさ、えぐい。まあこれもネットでしか見てないんだけど、フランスはねもう置いてあるという。で買える、価格はねやっぱちょっと高い。だけどこれを凌駕するほどの品ぞれと在庫がえぐい。日本で手に入らないものが逆にフランスで手に入るみたいな状況でございました。おかしいよね。で価格で言うと正直ブックオフとかに比べたらだいぶ高いけど、秋葉原がね今相当ね高騰してるから、今の秋葉原と価格は同じぐらい。やっぱね競争率はね多分フランスはね低いと思うの。だからあんな感じで在庫も余ると思うんだけども、で日本の方が一昔前のフィギュアとかは日本の方が多かった。だから本当に古いフィギュアを探したいなら日本で、ネットで買えなかった在庫とかは基本的にフランスに行けばあるみたいな。そんな印象でございました。まあさすがにねPOP のカイドウとか白ひげとかね、その辺はなかったんだけど、まあ、ある程度のフィギュアとかはもう基本的に置いてある。ということで日本食をね食べに行きたいと思います。